スの先発はチームトップの7勝目を狙う有原。その立ち上がり、先頭打者をショートゴロに抑えます。続く藤岡にはレフト前へ運ばれますが、3番中村を6、4、3のダブルプレイ。初回に投じた6球は全てストレートと気合みなぎるピッチングでチームに流れを引き寄せます。打線はその裏、三森、続く柳田、連打でチャンスを広げると、打席には4番近藤。ファーストゴロの間に三塁ランナー三森が気迫のヘッドスライディング。ホークスが初回から先制点を奪います。なおも満塁のチャンスに今宮、高く上がった打球はセンターへの犠牲フライ。キャプテン柳田もヘッドスライディング。打線も気合の入ったプレーで有原を援護します。豪快ですね。リードをもらった有原、ランナーを背負うものの要所を締めるピッチングでロッテ打線につけ入る隙を与えません。すると5回には嬉しい出来事がありました。プロ3年目の井上、この日1軍初昇格の若鷹が初スタメンで初ヒットをマークしました。おめでとうございます。その後ランナー2塁の場面でシュート、センターへのタイムリー。若鷹が作ったチャンスを先輩がしっかりと生かしリードを広げます。その後は先発の有原が完璧なピッチングを披露します。6回、7回、8回と3イニング連続で三者凡退、8回無失点の好投でチームトップの7勝目を挙げました。